ハロー YouTube ニハオヨーコアンリンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、ビジネスバイリンガルの僕が皆様にね、中間ニュースをお届けしようと思います。今日のニュースね、あれですよ、 5G 今流行ってるじゃないですか。どんどん日本もね、だんだん5G になっていこうとしてるんですけども、まあね、中国もね、ガンガン一応ね、5G をしてる国なんですよね。皆さん知ってると思うんですけどもね。で、どんどん 5G のね、なんていうの、基地でいいの、 GD っていうんですけども、それ立てていってるんですけども、でそれでね、キャリア側がですね、現新リエントンイートンって3つぐらいあるんですけども、移動、連絡の、連に、通信の通でリエントンで、もう一個がですね、電気の電に、信じるの信で、ティエンシンって、3つキャリアがあるんですけども、とりあえずね、このニュースにははっきりとどの、キャリアとは書いてないんですけども、要はね、キャリア側がどんどん5G にしろ、5G にしろって、5G にしろって、その方向に、持っていこうとしてると。で、どんどんね、5G、タオツァンっていうんですけども、5G のプランって訳してもいいんだけど、タオツァンって普通にね、普通はね、なんかセットみたいな、意味なんですよね。だから、でもこれスマホの場合、日本語に訳すと、プランなのかな、タオツァンね、はい、普通だとセットで、スマホの、この通信関係だと、プランと、訳すみたいな、そんな単語なんですけども、キャリアの方がどんどんね、この 5G の、を押してきてるんですけども、要はですね、 5G の方がはるかに高いんですよね。で、今までの4G までのプランって、ちょっと値段覚えてないんですけども、多分150元ぐらいまででやれてたと思うんですよ。だから多分最低がね、多分50元ぐらいから、どんどんそのほら、データ通信量、流量の量で、変わっていって、50元から、150元、150元って、だから月々2200円ぐらいでやってたんですよね。それがですね、僕ね、さっき一応見てみたんですよ、どういうプランがあるかね、タオツァンがあるかね、そしたらね、300元からの、5G のやつだけに変わっていたんですよね。これね、4G も入ってるのかどうか分かん、4G も入ってるのかどうか分かんないんですけども、300元から500元とかあるんですよね。で、300元って大体4500円ぐらいで、500元っていうと、7500円ぐらいなんですよ。だから、そんないきなりめっちゃ高くなるのみたいな。一応さ、日本、中国って一応日本よりはその平均収入低いじゃないですか。で、それで僕はほら、そのスマホの料金に関しては結構ね、中国は評価高かったんですよ。50元ぐらい払えばね、最低でもこのぐらいできるんだみたいな、50元ってね、750円ぐらいでこんないけるんだみたいな、とりあえず使えるんだみたいな感じで、僕確かね、150元ぐらいのプランでやってたと思うんですけども、気兼ねなく使いたいんでね、それでずっといけるんだみたいな感じでね。で、それで最近ね、時々ね、電話かかってくるんですよね。だから、プラン変えませんかって、この、僕移動使ってるんで、移動の方からね、電話かかってきたんですけども、うぜえやんみたいな感じで来てたんですけども、それでですね、スマホとか、あとはショートメールでね、プラン変えれるんですよ。で、そのメニューの中に、まずね、5G しかないんですよ。 5G 込みのやつしかない、状態になってきました。なんかそれが、うざいなみたいな。あとはほら、バンバンほらセールスの電話かけてきて、そのキャリアの方からね、買えませんかって、それがね、中国国内でね、超うざい状態に、なってきてると。
うん、だから500円高いよね、500円ね、だいたい7500円からね8000円ね。で今確か日本で 5G、キャリアによっては楽天だっけ、楽天がだいたい3000円ぐらい月いけるようになってきてるよね。だから、逆転現象起こってるんですよね、その価格が。だから、この移動とかそのなリエントンとかね、これらのキャリアってじゃあ相当金かけて 5G の基地張り巡らして、それをペイしないといけないんで、こんな面倒くさいことやってるのかなみたいな感じでね。これね一応ねウェイボーのニュースなんで、そのままウェイボーのユーザーのコメント読んでいこうと思います。毎日電話してきて うぜえよ、なんかもう無理やり押し売りしてくんなよ、 なんでそんなたくさんのお金ホワウェイに、金やんなくちゃいけないんだよって。これホワウェイに金やるわけじゃないんですけどね、まあまあ巡り巡ってホワウェイに金あげてるのかな。これね実はね、まあまあコメントなんですけども、2G から 3G に変わった時も、3G から 4G に変わった時も、同じようなことをしてたんだよっていう。で、次のコメントですね、数字が変わっただけじゃねえかよ、本当にクオリティ変わったのかよ、本当の速度どのぐらいなんだよって、本当に 5G の、 速度あるんだろうなっていう、そういったコメントがね、見受けられましたね。はい、まあまあ要はね 5G 本当にいるのかよとか、まあまあそのセールスうぜえよとか、勝手に値段上げんなよとか、これ国構わないのって言ってますね。はい、あとはねまあまあ絞り取るための手段だなっていう、そういう、コメントですね。はい、まあそんな感じでね。あとね、まあもう一つ問題を挙げるとしたら、この 5G になるとやっぱりほら、壁を通らなくなったりとか、まあ距離が短かったりするといった問題が出てくるので、その辺がねちょっとどうなるのかね、気になるところですね。なんかね、電波悪くなったらいい感じでなんか 4G に変わってくれるとか、そういうのがねなんかあればいいんですけどもね、ちょっとそこら辺は、謎な感じですね。はい、今日のねこの動画がねいいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。